ナリモンプロレス新規模大会メインイベント、デスマッチヘビー級王座前哨戦、蛍光灯プラス狂気持ち込みデスマッチ、30分一本勝負を行います。アウトが185センチ95キロ、伊藤隆二。ヤンキー二丁拳銃、175センチ93キロ、宮本優子。デスマッチヘビー級王座次期挑戦者、172センチ75キロ、小高勇。赤コーナー3代目チミドロブラザーズ、170センチ95キロ、高橋正也。170センチ90キロ、元警察官植木武幸。BJW 認定デスマッチヘビー級チャンピオン、175センチ105キロ、星野勘九郎。Yeah!
から離れてください。Thank you.
教えてやろうか。ベルトだ、ほら。
お前は両国からゆるいゆるい観光船を下ってるんだ、気づかないうちにな。お前自分でも気づいてないだろ、自分が下ってってることに。まず入場曲全然似合ってないぞ。あんなかっこいい曲お前に似合うと思ってんのか、お前全然似合ってないぞ。あとな、ベルトを控え室で若手に自分の腰に任せるのやめろ。見てて気分が悪いからな。もっと言ってやるか、お前の不満落ちることは今ほどあるぞ。ほら、なんか言い返してみろ。おい、小高さんに言いたいことはそんなやつか。おい、おい、俺はな、おい、自慢じゃねえけどな、おい、そんなな、言葉の暴力やな、おい、言葉の暴力やな、受けられてんだよ、そんなもん。俺からすればそんなもん、手でもねえぞ、おい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 、俺はな、言葉の暴力だけで約15年やってきたんだ、お前。昔からな、母親にはな、あんた口から先に言われてきやがってとずっと言われてたんだ。今でも俺は口先だけ、プロレス、口先だけでプロレスから渡っていけるだけの力が俺の口にはあるんだ。お前にはあるんだから、不満と力があるんだ。見せてみろ、見せてみろ、見せてみろ、お前。おい、これがな、いじめっ子いじめられっ子の縮図だと思うだろ。違う、俺もしっかりいじめられてたから、もう。経験者が語るんだ、こういういじめが一番辛い。そして、いじめっ子の俺か、俺といじめられっ子の俺がいたから、俺には分かる、ベルトを巻くのは絶対に俺だ。お前は、ずっといじめられっ子だ。自分の力なんか教える気がないのか。やりっぱなしだぞ。兄貴、兄貴、兄貴。確かに、お前、俺のことよく知ってるな。お前のことなんか知らねえよ。ただな、お前見たらすぐ分かるんだよ。今な、あの、親元大将になってな、偉そうにしてるお前の姿、そして若手を見下してるお前を見て、あ、こいつは絶対にいじめられっ子だったなと。お前に何が分かるんだよ。え、お前よ、小学校3年生の時よ、フラッキー時代って言われてよ、高校時代になってよ、てめえよ、毎朝よ、母ちゃんになってた、俺の気持ち分かるのか、お前。え、そういうものだよ。今の俺の糧になってんだよ、ほら。え、ああ、お前、ほら、投稿拒否に本気でなったやつの気持ちが分かるのかよ、お前。ああ、何が投稿拒否になりかけた俺の気持ちが、投稿拒否になった俺の気持ちがしたお前。そんなことてめえが悪いんだよ。そんなことてめえが悪いんだよ。てめえの精神面が弱いんだよ、お前。お前な、問題があるよ。バカ野郎、俺の精神面言うんじゃねえよ。ちょっとだけ傷つきじゃねえか、お前。おい、待て待て待て、この問答いつまでやるつもりだ、お前は。お前、先生、お前、あ、お前、自分で知らないと。てめえが振った話だろ、これ、てめえ。俺が振った話とか、俺が振った話だから、俺が知らなきゃいけないんだ。お前、チャンピオンだろ、お前が締めろ。自分で締めろ、どこやんだろ、自分で締めろ、ほら。この状況で